皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、じゃじゃーん、エスプリークさんから11月16日発売された限定商品のセレクトアイカラーを紹介していきたいと思います。これはね、すべて限定商品で6色限定で発売されてます。はい、ということでね、エスプリックさんの単色アイシャドウって意外と私使ったことがあまりなくてですね、たまたま薬局に行った時に発売されていたので購入してきました。今回の限定色は6色発売されていて、その中でね、気になったカラーを3色購入したんですけど、見た目がこんな感じになっていて、ちょっとね、こうキラキラっと高級感があります。開けてみるとこんな感じで、中にね、模様が可愛いです。タブランというのもあれなんですけど、ちょっとジル・スチュアートっぽい感じがして高級感がありますよね。限定色のテーマはノスタルジアホリデーっていうテーマみたいです。で、懐かしさの中にモードな印象を、温かさとまばゆさをミックスしたホリデーシーズンにぴったりのカラーですっていうことで6色ね、出てました。で、大きく分けるとレッド系の3色とイエロー系の3色が出ていて、私はね、3色ともレッド系のものを買ってみました。すごい使いやすい色味なのでね、イエロー系のものもね、全部ね、欲しいなと思ったんですけど、そう、3色ずつでね、グラデーションが作れるようになってるみたいだったので、こっちを買いました。で、私がね、購入したカラーはこの3色を購入しました。まずセレクトアイカラー PK810 番、これはね、ラメが特徴的です。こんな感じでね、ラメがすごく可愛いですよね。キラキラです。ではね、手に乗せてみたいと思います。これなぞると字がすぐ消えちゃいました。悲しい。可愛い、キラキラ乗ってる感じ、こういう感じです。いいですね。すごく馴染みやすいね、ちょっとベージュ寄りのラメなので、いろんなね、メイクの上にポンポンって重ねると可愛いかなと思います。次がこのカラー、これはエスプリークセレクトアイカラーの RD401 番です。これはね、一番メインカラーになるんじゃないかなっていうぐらい明るめな赤のカラーで、本当にこうね、どこか懐かしいカラーって、こういうちょっと渋めなカラーのこと言ってるのかなと思うんですけど、冬のメイクにね、すごくぴったりな色かなと思います。こんな感じのカラーです。ちょっとね、字消えちゃうのもったいないんですけど、これもね、手につけてやってみたいと思います。こんな感じのカラーで、発色もね、結構いいです。思ったよりね、柔らかい色ですね。赤っていうか、なんだろう、もうちょっとオレンジ味もある気もしなくもないかなっていう感じで、ラメ感もね、すごいギラギラ入ってるっていうよりかは、すごい上品な細かいラメが少し入ってる感じですね。すごいね、絶妙なカラーで、赤ともオレンジともシュアカっぽくもあってみたいな、こう不思議なカラーで、すごい可愛い、気に入りました。これで囲みメイクするのも可愛い感じになりそうですよね。で、最後の一色が一番初めにね、こんな柄ですっていう風に紹介した色味なんですけど、エスプリークセレクトアイカラーの BR318 番です。これが一番締め色っぽいね、ブラウン系なんですけど、このカラーもピンク色のモーブブラウンということで、全部ね、やっぱりちょっとピンクとか赤系のカラーに作られていて、統一感が出るようになってるので、非常にね、単色アイシャドウってどういう風にセレクトして使えばいいのか分かんない方とかにはセットでね、購入するのがいいかなと思います。アップにするとこんな感じです。ちょっと紫っぽい感じかな、こんな感じのカラーです。使いやすそう。締め色っていうよりかは、まあそんなに濃くもないので、これをメインにね、使ってぼかしても渋い感じのいいメイクになるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、今回はこの3色をね、ゲットしてきました。この3色で今日はね、メイク、アイメイクをね、やってみたいと思います。はい、ということでね、この3色をゲットしてきました。商品詳細をね、簡単に説明したいと思います。ダイヤを砕いたアーモンドパウダーが配合されているらしいんですよ。私これ読んだ時びっくりして、そんなやつだったんだと思って、すごいなと思いました。エスプリックさんの、ね、公式サイトに本当にね、拡大した粉の拡大写真というか、ダイヤモンドが入ってる写真とかも載っていて、こんながっつりダイヤモンド入ってるんだっていうことがよく分かりました。で、ダイヤモンドだけではなくて、ヒアルロン酸とかアミノ酸とか肌にいい成分もすごく入っていて、保湿成分&オイルも配合、しっとりとした上質な使い心地というふうに紹介してありますね。プチプラなのに優秀っていう印象ですね。ケースも可愛いし、冬のね、メイクに映えるんじゃないかなと思います。ということで、このね、3色を使って今日はアイメイク仕上げていきたいと思います。今はベースメイクはね、もう完了してるので、ベースメイク以外をやっていきたいと思います。まずはじめに RD401 番を目元にのっけていきたいと思います。簡単にね、手にのせてもふんわりと馴染む感じで、とっ
っても可愛いカラーです。前髪が。下まぶたにも乗せていきます。はい、この囲みメイクだけでも結構私は好みですね。次に BR318 番をのっけていきます。ブラシでね、ふんわりと二重幅にのっけます。はい、こんな感じです。ブラインみたいにここにね、細くのせていきたいと思います。わかりますかね、ちょっとだけ印象が変わりました。こんな感じです。最後にこのカラーですね、 PK の810番をまぶた全体にのっけてきます。はい、これで完成です。こんな感じです。はい、じゃあこのままアイメイク仕上げていきたいと思います。 RMK のライン使いたいと思います。ヒロインメイクマスカラ使います。はい、こんな感じで完成です。最後チークキャンメイク使って、リップはこのディオールのクリスマスコフレのやつを今もつけてるんですけど、もうちょっと重ねるにしよう。これで完成です。すごくね、簡単にね、ささっとアイメイクしたんですけど、それでもね、綺麗なグラデーションになるので、とっても使いやすくて気に入りました。特にね、私はこのキラキラが一番気に入りましたね。あ、でもこれも気に入った。これかな、なんかすごい絶妙なカラーで、発色がね、強すぎなくて、目全体に囲んだとしてもきつい印象にならなくて、すごく良かったです。で、あとキラキラはね、デパコスのね、キラキラと負けないぐらい、ほんとダイヤモンド成分が配合されているので、すっごくキラキラでね、気に入りました。こうポンポンポンって真ん中にのせて、どのアイメイクにもね、使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はスプリックさんの限定商品の紹介でした。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ということで今回はこの最近ね、完成です。ということで今回は